こんにちは、獣医師の藤村です。今回の動画はですね、うちのワンちゃんが、うちの犬がそのね、フードを丸飲みするんですよとかね、いや、うちの犬は噛むけどなとかね、なんかこういろいろこう議論する方が結構いらっしゃって、まあ、うちの、ね、動物病院でも結構、まあ、丸飲みするんですけど大丈夫ですかとかね、結構質問されることがあるんですよね。で、まあその大丈夫なのかどうかっていうことなんですけども、まあそもそもですね、その大丈夫かどうかという結論を考える前にですね、ワンちゃんのその歯の形をね、構造とか、その噛むこと、そのことが根本的に結構人間と違うよってことをね、先に説明しておきたいんですけども、今画像で多分ワンちゃんのね、歯が見えてると思うんですけども、犬歯一つ取ってみても人間の歯と違って、人間の歯ってこうね、上の歯と下の歯ってもう今分かりやすく言うたびに、もう専門用語はもう極力省略してね、言うのでな、こいつ知らねえのかみたいなことはやめてもらいたいんですけど、上の歯と下の歯がこう人間だったら合うんですよね。特に奥歯とかは結構合うんです。でもワンちゃんって全部、ほとんどもう全部と言って過言でないんですけど、こうすれ違うんですよね。こう上の歯と下の歯がこう噛み合わないんです。こう当たらなくてこうなってるんですよね。こうこんな感じになってて、ある意味ギロチみたいになってるんですよ。こう噛むとこうなるんですよ。こう上の歯、下の歯としたら、こう、なってるんですよね。人間だったらこうなると思うんですよね。こう、だからゴリゴリってこう、噛むと、奥歯で特に噛むと、こう、食べ物が、しっかりとこう、すりつぶされるわけですね、奥歯でこう。でも、ワンちゃんの歯ってこうなってるんですよ。噛み合わないです。すれ違ってるんですね。表現、いろんな表現できると思いますけど、すれ違ってて、ギロチンみたいになってる。こう。なんていうか、ハサミっていうのかな、こう、なってるんで、こう、切ることはできる、切ったりとか、こう、挟んだりみたいな感じですね、感覚としては。だから、例えば肉を食べたとしても、こう、クロスしてるんで、こう、クロスというかな、こうなってるんで、だから、その、例えば、剣士で一つ取っても、こんな感じなので、こう、例えば、獲物がいても、獲物がいたら、その、ガッと噛んだら、こんな感じで、こう、その、なんていうか、掴むっていう感じですからね。なんか掴んで離さないみたいな感じになるんですよ。人間だったらこんな感じなんですけど、こうなって。それで、なんかある意味その、こういう歯で歯がいじめにしてるような感じなんですよね。その獲物を。絶対逃がさないようにして、それで飲み込んで、奥歯に行っても、もうこんな感じなんで、ギロチンみたいな感じなんで、こう、だからこうなんていうかな、お母さんがその、まな板で包丁でトン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 ってやってますよね、こう、多分。あの感じになるんですよね。だからその、すりつぶして、ぐるぐるぐる、ゴリ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 ってこう、すりつぶして細かくはできないんですよね。こう、切る、短く切る、みたいな。小さく切ることはできても、ぐってこう、すりつぶすことはできないんですよね。そこ結構大事なんですよね。だからまあ、引き裂いて、こう、小さく、肉の塊をちょっと小さくしてるようなイメージになるんです。そもそもこんな感じですよ。髪型がこんな感じになって、こう、当たらない、こう、こんな感じになってる。だからその、そもそもこうすりつぶして、もうなんていうか、もうドロドロにして、それで飲み込むことができない動物なんですよ、ワンちゃんは。これが決定的に人間と違うんですよね。だからもうそんな小さく、ある程度小さくできればいいんですけど、もう基本丸飲みで OK ぐらいな感覚になってしまって、大きなものだったらそういう食べ方をするわけです。大きなこんな塊のお肉だったら、こうやってこんな感じですりつぶすんじゃなくて、小さな塊にして、で飲み込むんですよね。で、そのまま塊になって、まだ塊なわけですよね。そんなすりつぶせないんでね、ワンちゃんは。で、塊のままで、こう、胃に行って、で、胃で、消化するわけなんですけど、まあ、下水分解って言ってね、ドロドロにするんですけど、で、小腸に向かうんですけど、それでもやっぱりね、胃で、こう、うまく、こう、ドロドロにできない場合は、ウエって吐き出してね。結構よく相談されるのが、うちの犬吐いたものを食べるんですよって方いらっしゃるんですけど、それは結局、うまく消化できなかったんですよ。胃で。で、出して、で、もう一回食べることで、もう一回、ね、ちょっとこう、またある程度ちょっとこう、こうやって切って、こう、飲み込めば、さっきよりは、うまくその、消化できる可能性が高いわけですよね。だから別にそういう、まあ、生きていく上で普通の反応をしてるだけなんですよ、ワンちゃんの場合だと。病気でね、吐いてるとはちょっと違うんですよね。だから結構未消化なものを吐いたって結構ね、診察に来られる方が結構いらっしゃるんですけど、それはそういう今言ったような理由から、結構その、
うまく消化しきれなくなかってこう普通にも悪飲みする動物なんでねワンちゃんは。だからこうたまたまこううまく消化しきれなかったら一回出してっていうその感覚です。それをもう一回食べたっていう感じなんですよね。まあ、病気の場合は別ですけどね。それでまあ、そんな感じでそのワンちゃんのね歯の構造からわかるようにね、そもそも人間みたいにすりつぶして細かくはできないってことなんです。そのうちの子ね、いやうちの子噛みますよ、もぐもぐしてますよって、まあ、言う方いらっしゃるんですけど、それ砕いてるんですよね。結局こうやってたって、その例えばドッグフードだったら砕けますよね。大きな粒であればこうやってこうやってれば歯でね、後ろの歯とかでもこうやってやってればそれは砕くことはできますよね。でもこうは当たらないんで、すりつぶす、こうやってすりつぶすことはできないわけです、人間みたいに。なんか噛む、その噛んで食べてますよっていうよりも砕いてるますよっていうのが正確な表現にはなってくるんです。しかもそんな、これなんでこう、その噛んでこの、すりつぶしてるわけじゃないんで、やっぱりいくらそのこうやって、だったら毒度であっても、ある程度小さくはなっても、そんな完全にもう粉みたいにはなってるとは思えないですね。今言った理由からね。まあそもそもだから、ワンちゃんっていうのはその歯とかね、顎っていうのがこう、獲物を仕留めて、こう、やっぱ全部すれ違ってるんですけど、歯が。で、丸飲みする前提で、まあ、できているので、でも、その、ワンちゃんの歯とかね、そういう顎の目的っていうのは、お肉の塊をね、バサバサこう、切るっていうのが、こう、ワンちゃんの歯とかね、その顎の目的になってます、こうやってね。まあ、以上ですね。なので、こう、ワンちゃんが丸飲みしても大事、するんですけどっていうんでも、大丈夫ですかって、もう大丈夫になってて、そういう消化の仕方になってるんですね。うまく消化できなかったら、まあ、一回吐き出してまた食べるっていうようになってるんで、だからまあ人間のね、常識とちょっと違う、ずれてくるところがあるので、結構ね、違和感っていうか、感じるとは思うんですけども、そこ知ってもらうとだいぶ気が楽になるかなと思います。でもあまりちょっとね、病気かな、この嘔吐はっていう感じだったら、動物病院に行ってね、診察受けた方がいいと思います。今のはね、健康なワンちゃんの話をしてましたからね。他の動画でね、またね、この、じゃあ歯がないワンちゃんって大丈夫なんかいなっていうことも疑問に思う方もいらっしゃると思うんで、またそういう動画も作りたいと思います。以上、この動画終わりたいと思います。参考になったよって方はね、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。